疲れ様です。おいお疲れ様、トロさん、かわいい、ありがとう。お疲れ様です。じいさん、流れ星、トロさん、かわいい、ありがとう。超眠い、おいさん、疲れ、ありがとう、ありがとう。超眠い、1時間だけ寝てた。コロナシスタ、笹の葉、ありがとう。寝てて、ジーレイさん、かわいい、ありがとう。もう眠すぎて今日は30分だけやって寝ようって思いました。ヨウさん、とってありがとう。もうね、朝かと思った。雨はね、大丈夫でした。でも結構ひどくて、痛かった。移動するのが大変だった。あちさん、帰りだった。そうそう、帰りよりもひどくて、朝とか一番ひどい時に出たので、多分分からんけど、そう、今日はそう、ユリナとね、一緒だったんですよ、仕事が。で、そのまま、まぶさん、風呂敷ありがとう。そのままご飯を食べに行ってたら、急にユリナが急に出ないといけないみたいな、だって焦ってました。リサンハート、ありがとう。ピンチヒット、そう、急にご飯、めっちゃのんびりご飯食べてて、そう、超のんびり食べてたのそう、だから美味しい美味しいって食べてたら、元々朝が今日早かったので、私はもう超絶眠いです。6時には起きてた、今日朝6時には起きてたんですけど、めっちゃ眠たいね、やっぱり朝早くうん、いっぱいユリアナ褒めてあげて、みんな。そうそう、うせいさん、短冊ありがとう。最近絶対10時前には絶対起きてる。もいさん、ハートありがとう。メール送らない日でも起きてる気がする。かつじさん、短冊ありがとう。最近は朝起きるのが早い、今日も明日も早く起きようと思ってる。たらさん、ハート。ほみさん、ハートありがとう。明日よろしくお願いします。太陽公園、楽しみ。とっといたろさん、流れ星、ありがとう。健康的。さあさあ、ハート、ありがとう。前髪がもう
ありがとう。二度寝って絶対遅刻しそうになるよね。わかる。ガンチンさん流れ星ありがとう。めっちゃ前髪が長くてどうしようか悩んでます。あっちゃさん流れレインボースターありがとう。お腹ぐるっと。キンさんハートリーさん短冊ありがとう。猫が大運動会してたかったので起きてない。猫さん流れ星ありがとう。大声で言っていいんだよ。かわいい。カチンさん探索ありがとう。めっちゃ寝てました。夢も見ずにただただめっちゃうるさかったんですよ。ドタ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 。リーさん可愛い。ありがとう。だから配信終わったらでも風呂入らないけん、めっちゃ足噛まれてる蚊みたいなやつに。カチンさんハートありがとう。カスケさんハートありがとう。かゆい、めっちゃかゆい。ムヒ塗りたいぐらいかゆいです。スタジオさんもありがとう。蚊に噛まれた。リさん帽子ありがとう。帽子ありがとう。てかねドライブのチャットね多分アカウント作り変えてまた来てたんですよ。怖すぎてもう一回ブロックした。怖ーと思って恐怖を感じました。私は身の危険を感じた。あの怖いと思って。みんなすごいなんか優しいことなんていうの。たださんハイビスカスありがとう。めっちゃ今日はなんとかだよとかツアーの話とか送ってくれるんですけど、アカウント多分作り変えてきてて。リーさんタコカジさんハートありがとう。でね、それをマネージャーさんに喋ってたんですよ。あのブロックしちゃったんですけど大丈夫ですかって今日は言ったら、いいよいいよしていいよって言ってて、あのちゃんもあのちゃんも来てた。あのちゃんと話したんですよ。え待って私も来てるかもって言われて、え一緒の人かなとか言って、一緒の人であのちゃんも来てたって言ってた。そう私も来てるって言って、え見せて見せてとか言って、やだーって言いながら、そうあのちゃんにも、そうあのちゃんとちいかわの話した今日。そう配信見てるのかな。そう。カズマさん誰もありがとう。かゆい。1回目はねひどかったんだけど、2回目はねあのなんかはあはいぐらいだった。もう免疫ってつくんです。皆さん免疫がつくんです。
た来てる程度ぐらいにしか思わなくなっちゃう。免疫つく、はいはいってなっちゃう。てかシャ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 、最近写真の整理をしすぎてね、写真300枚ぐらいしかない。カズマさんハートありがとう。全然なくなっちゃった。写真整理してたら、カズマさんハートありがとう。もうほぼほぼ首少ないでしょ。300。そう、スマホのフォルダを減らしました。保存アプリには入ってるんですけど、容量を空けたくて、元もう自分の携帯で見れるやつは300ぐらいしかない。トタタラさんハイビスカスありがとう。カズマさんタクマありがとう。SD カードに入れて写真がない。ほいさんハートありがとう。ブログはもうね、今日の朝に渡してた。なんかブログに、あ、いや、ブログの写真なんかね、ブログに最近のブログ、もう4つ連続ぐらいに自分の顔を載せてなかったらしくって、全然覚えても分かんなかったんだけど、無意識なんだけど、自分の顔を全然載せてないらしく、私のブログで。でそれを知らなくて、あ、そろそろやばい、自分の顔出そうってなってて、うーんってなって、サピラさん愛さんありがとう。気づいてなかったんですよ、あの今日じゃない、ちょっと前に気づいて、あ、やばいってなったので、1枚だけ自分の顔じゃないけど自分の全身写真を載せてる。全身写真載せてます。エキスハートありがとう。ヤアのブログ本当にブログやんって言われた妹に、ただのブログやんって。カズマさん楽しみにしてください。全身のあの黒いワンピース着てた日のやつ。あ、でもね、2枚画像あるんだけど、1枚食べ物ですね。ただの食べ物ですなんですけど、1枚は何とも言えない表情をしてるねってマネージャーさんに言われました。大さん可愛い、ありがとう。なんだ、なんとも言えないねって言われたし、なんか、ちょっと楽しみにしててください。顔乗せないとき、無意識なんですよ。いや、あんまりね、あの、大さんハートありがとう。顔乗せるの好きじゃないからさ、そうそう、もともとだから、多分それの名残が残ってるそのまま残ってます。もうこうやって残ってる。そう、たださん流れ星ありがとう。そう、かわいい、かわいくない視線になんか乗せたくないっていうのがある。
今日何時間寝た？今日でもまだね6時間か5時間ぐらいです。そう、多分景色撮るのが好きなのもあるかもしれない。景色撮るのが好きだからかもしれん。ブログのタイトル、あ、でも今回のブログのタイトルちょっとおかしいかもしれん。なんか多分その時の気分で書いちゃってるからなんかおかしかった気がする。281281すごっ。281日だってすごいね。考えられないです。でも去年のこの時期はまだやってなかったってことか。200すごっ。1年で1回切る。多分それ以上続けてもどこ目指したらいいか分かんないから多分普通に365日で終わります。365日、もともとそう100日で終わる予定だったんですけど、親友ちゃんと約束したしマネージャーさんとも約束したので、そう、どっかで今年も浴衣で配信したいなって思ってる。去年も浴衣で配信してて、そうそう。でもさ毎日やってるからさ、なんか逆に違和感ありそう、やってない日が。そう、なるなる社長さん続きすぎるとしんどくなりそうで心配。一時期すごいしんどかったけど、じゃあなんかね、多分それは配信に対してじゃなくて、なんかあの元々のなんていうの、日常生活に対してのしんどさがありすぎて、あの絶対配信しないとってなってたけど、もうないですね。マネージャーさんに相談しました一回。森太郎さん会ありがとう。なんか毎日してるから、一時期なんかすごいちょっとなんかズーンってなってた時とか、そうに、なんかどうしたらいいか分かんないですって言った。でもさ、その時マネージャーさんね、マネージャーさんね、なんかじゃあもうやめたらいいんじゃないとか。いいって言ってたじゃないですかみたいな。ヤセイさん可愛い、ありがとう。なんかえってなって続けたらいいって言ってたじゃないですかって言って、そう、でもしんどいならやめなよって、みたいな。それじゃあとそうびっくりした。あれみたいな、そう、そうでしょってなりました。司会その日やったし。そうびっくりしました。ぐるぐる言ってお腹で、マネージャーさんと約束したからやってるとかじゃなくて、そう普通に日課。まあ毎日あれだよね、生存確認できるって結構強くない？一日だってさ、一日にメールだけじゃさ、昔の何写真とかだったらさ、あれじゃん、あの生きてないかもしれないじゃん。わかんないじゃんね。だから毎日動いてるからさ、動いてるところを見れるのって結構でかいなって思うね。そう思う、それは。
してます。今日も気を取って生きてます。今日も動いてる。リクさんハートありがとう。しかもさ、ヤヤがさ4日に1回とかにやってたらさ、その日に1回で来れなかったら、もしねその4日に1回で来れなかったら4日後とかになってもう1回で来れなかったら8日間空くんですよ、ショールーム。福君ありがとう、ありがとう。でも毎日やってたらどこかでもしかしたら見れるかもしれないからさ。っていうのはある。太郎さんありがとう、ありがとう。スーパーの特番みたいな感じかな。お腹がギュルってる、ギュルグルグルって言ってる。リーさんとうとうありがとう。今日は久々パックをする日。太郎さんハートありがとう。肌の治安がね、割といい方なんですよね。割とというか結構いいんですよね。お腹減ってない、むしろ逆です。お腹が痛い。土曜日の準備終わってないよ。全然全然終わってないよ。服も決めてない。どうしよっかな。早起きってお肌にいいのかな。でも寝すぎるとあんまり良くないらしいですね、やっぱり。リスさん可愛い、ありがとう。今日の公園にヤヤちゃんのチワワが出現したよ。嘘。なんで？なんで？なんで？みんな準備した？シルクの話が出た。視力検査。あ、そういうこと？やだー、私視力検査のイメージつけられてるんですか？確かにやってたけど。でも自分にレッスン来たって分かるのっていいよね。ヤヤの理想の睡眠時間はね、15時間ぐらいは寝たいです、本当は。毎日視力検査。懐かしい。でも最近やってないですよ。クワトロでたまに持ってきてくださってる方とかがいるぐらいで。ヤッホー。寝すぎてしんどいことはあるけどね、もう一回寝ればいいんよ、そういう時は。で15時間寝たいです、寝れるなら。本当はなんか寝るのもったいないと思っちゃうけど、もういいんです。5度寝ぐらいしたいもん。わかる。でも寝すぎたら腰とか頭痛くなる。めっちゃわかる。けど最近の睡眠時間が本当に少ないかもしれない。手震えてる。ごどねしたい。やだ、4時間しか寝れなかったら6時間でも少ないって思っちゃうもん。6時間少ない。
ぼーっとしちゃう。今日とか合間でも寝てたからね、待ってる時間の時に結構時間が空いたので角に座って、なんかちょっと暗いとこだったの、なんかくぼみみたいな暗いところがあって、そこに入ってもたれかかって睡眠を取るっていう。でも20分も寝てないかも、20分ぐらい寝てました。眠くて朝はね本当に眠すぎて20分ぐらい寝てた。いや究極に眠かったのもある。そうめっちゃ鼻がねむずむずするし鼻水出てくる、やだ。カビしてた。帰っては1時間寝て、朝も5時間ぐらい寝てるから6時間半は寝てるかな今日は。今からでもお風呂でもう秒速で出て、理想は11時にはもうベッドの中にいて寝れる状況を作る。ふうくんポーションありがとう。寝れる状況を作って12時には爆睡して朝の8時ぐらいに起きれたら理想、私の理想です。これはすぎると眠いので、寝すぎるとむくんじゃうからね。仮眠取る前にコーヒー飲んだら目覚めがいい。いいこと聞いた。トタイタラさんポジありがとう。やばお話からも近いよね。そういえば待ってもう10時だいやお風呂はね歌わないんですけど音楽絶対かけてるか YouTube 流してるか何かしら何かが音が流れてる状況にしてる。怖いからお風呂怖いから絶対何かが流れてないと怖いんですよ。そう絶対にもう聞いてすらない。もうシャワーの音で正直聞こえないからさ、音楽もめっちゃ大きくしないと。だからたまになんか本当に適当に流してる時あるYouTube とか全然知らない人の見ての見たこともないようなやつとか適当におすすめ流れてきたらペンって押して、とりあえず何かが鳴ってるみたいな状況にしてます。そういやもう19分だ、そろそろランキング読みます。え寝るときはね静かに寝てるよ。寝るときはねしてあの寝てる。さっき眉毛がさなんか凛々しすぎてさなんて言うんだろう、つってる、まあ、剃ってるからだけど抜いてるかあるけど。ということでさっきかまこのないさかわいいさんにゃチェンゲしてる眉毛でもね、高校時の眉毛見たら、ね、すっごい綺麗だったの。本当にね過去一綺麗なんじゃないかってくらいめっちゃ綺麗だったの。でもめっちゃ本当に細いしなんかめっちゃ綺麗だったの。ゆりなどうしたの。大丈夫かな。大丈夫かな。へーって思ったこと分かんない。でも最近人の話をへーとかうんーって返すのにハマってる話聞いてないよってちゃんと聞いてるんだけど、あーへーとか言ってる妹の話とかうんーへーとか言ってる聞いてるって言われるけど、でもちゃんと聞いてるんですよ。ゆりな大丈夫かしら、私は心配です。ということでランキング見ます。私はもう痛い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 。ちゃんと聞いてるんですよ。でも
キングをよ読みます。愛しのゆりなが、安井さんポーチありがとう。大丈夫かな。13位はじりこさんありがとうございます。12位ズームレンズさんありがとうございます。11位しんちさんありがとうございます。10位まさぴろさんありがとうございます。9位なべなべ社長さんありがとうございます。8位といさんありがとうございます。7位りゅうちさんありがとうございます。6位ほみさんありがとうございます。5位あっちゃさんありがとうございます。4位かずちんさんありがとうございます。3位心のあしさんありがとうございます。2位かずまさんありがとうございます。願望の天使やよいありがとう。そして1位、もう声がねなんかかすれてんよ。やよこんな声だったっけ。なんかこんな声じゃないっくない、分からんけど、まあ、知らんけど何したっけな。今日はお寿司、寝ます。1位安根さんありがとう、ありがとう。大トロ食べれんけど大トロです、ありがとう。大トロ全然食べれんけどね。じゃあおやすみ。眠い。美味しそうだね、美味しそう。おやすみ。またね、バイバイ。あ、こっちであれしちゃったら見えなくなっちゃう。おやすみ。